やってきました空気読み3。やっぱり空気読みといえばこのチャンネル。ということで今回は2人で綺麗な三角形作るまで終われま展開祭。今回空気を読んでもらうお二人です。あうんの呼吸で頑張ってね。こいつとあうんの呼吸なんて無理ですよ。それはこっちのセリフだわ。二酸化炭素は H2O とか言ってるようなやつだぞ。そんなやつが空気読めるわけねえだろ。第一問。おいなんかもう始まってんぞ。ちなみにミスったらその時点で振り出しに強制送還されます。はぁ、ちなみに正解音1回でもダメです。はぁ、完璧だった場合正解音が2回になりますので全10問完璧を目指してくださいね。はぁ、てかこっちにもボール、何エアーボールしてる、お前だって、何これ全然ボール私のところに来ないんだけど、マリサ、これ移動できますよ。気づいた時すでに遅し。いやそれはそれでお前ライブ会場で縦横無尽に動いてんじゃねえよ。警備員さんにつまみ出されるぞ。って言いながらマリサだって動いてるじゃないですか。てかお前左から右に動かすんだよ。戻そうとするな。独り占めしだした。このボールは誰にも渡さないぜ。お前やっぱり全然空気読もうとしてないだろ。おい、よこせ。クックック取れるものなら取ってごらん。何この人。チェンジ。相方をチェンジしてください。認めん。何あの人？お前他の人にめっちゃ惹かれてるよ。あはははははは、楽しい。この人また空気読めませんわ。もう早く振り出しに戻してくれ。最後まで諦めんな。奇跡が起こるかもしれないだろ。うん、起こらねえわ。第一問。今日の会議は赤いまんじゅうの足の裏からあんこの匂いがするという議題だ。どんな議題だよ。はい、それについてはこちらの資料をご覧ください。ピンポイントで集中線使ってくるんじゃないよ。いいかレイム、絶対に見るんじゃないぞ。会議に集中しろ。言ってるお前が見てどうする。大体社会の窓が開いてることに気づいてる時点でもうアウトなんだよ。あいつは全く気づいてない。あの本体の塊みたいなやつが。私は饅頭なので足がありません。なので足の裏からあんこの匂いがするというのは不可能だと思います。真面目な顔してすっげーくだらないこと言ってるのにお気がつきですか。無理でもん。マリサが一瞬股間に視線を送った時はもうダメだと思ったけどな。東京でも頑張って。うん、あのそのあのその、絶対手紙書くから。うん、できれば LINE にして。いやでも LINE 情報流出してたし。そういうことは言っちゃダメなんだよ。だからヤグミにしとくわ。ヤグミ届けに来るなら直接会いに来いや。私は電車だ。何この人唐突に。私の気分次第で電車を早くすることも戻すこともできる。いやまずお前が早く喋れや。てか早い。早いって。いやこれが普通の電車だろ。戻されてもこっちが困るんだわ。第三問。おーい、マリサー。レイムか。お前どこにいるんだよ。この中のどれかが私です。わかるわけねえだろ。長年寄り添ってきた我々ならわかるはずだろ。わかんねえわ。何かアクションを起こせ。今ゲップしたのが私です。ただのおっさんのゲップじゃねえか。音じゃなくて動きでアクションを起こせ。わかりました。今私はえらいこっちゃ音頭を踊っています。わかんねえ。もっと上下か左右に動いてくれ。そろりそろり。あ。第一問。終わる気がしねえ。おい、電車なんか乗ったことねえからマナーがわかんねえ。慌てんな。田舎者だってことがバレるだろ。これ2列で並んでいいの？1列とかにならなくていいの？もう緊張して体が動きません。これ人が降りてくるんじゃないのか？いてよ。いや私は避けようと思っただけで。お前なんでカメラだから痛いって言ってんだろ。グダグダじゃねえか。いやそれにしても人降りてきすぎだろ。あ、もう乗っていいかな？いやお前も降りるんかい。なんなんだよその時間差は。霊夢早く乗らないと閉まっちまうぞ。いやなんでお前に大出し。おい、ぶつかってくん。え？なんで私まで降ろされた？てかこいつら見たことあんな。敗因はお前が入り口で仁王立ちしてたことだな。第一問。永遠に第一問なんだが。私はお湯、そして相方が。え？それ私もやらなきゃダメ？ダメ。私は水だ。よくできました。てかお前何キロ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 水出してんのよ。53度だぞ。主人が火傷でもしたらどうすんのよ。操作方法がよくわかんなかったんだよ。やっぱりお風呂ったら40度くらいがベストですかね。まあ、あまり暑すぎても体に悪いからな。今いい感じじゃないです。ねえ？もう良くないです。止めて、主人風邪ひいちゃいますよ。どうしたの？主人に恨みでもあんの？マリサが闇落ちした。これは私が頑張って温度を上げないと。同じ量入れても温度は変わらないと思うのだが。いやマリサ止めるのをせよ。もうめちゃめちゃ可愛いイラストありがとうございます。ミニキャラもめっちゃ可愛いな。男性陣まで描いていただきありがとうございます。第一問。こちらが今大人気のパンケーキのお店です。後ろにいるのは師匠。あれお前の師匠だったんかい。見てください、書いてお前からすごいルーレンです。配信とからは以上です。ふぅ。なんとか映らずに済んだ。霊夢が空気を読んだ。だと？てか私はどこにいたんだ。もう現場からは以上って言ってんだろ。いつまで笑顔作ってればいいんだよ。あのアナウンサーが一番空気読めてないですよ。え？あ、スタジオにお返ししまーす。いや、全然帰んねえ。じゃ、並んでる人もい？フェードアウトすんな。第二問。忙しいやつだな。マリサ、またこれですよ。お前また独り占めとか許されないからな。任せてください。
しっかりイメトレはしてきましたから、ボールの端の方を押す。はいはい、マリサ受け取って。ちょ、待ってくれ。はい、行きますよー。結果また霊夢が一人で動かしてるじゃねーか。あの人ボール動かす気ありません。あー、急に覚醒しやがった。覚醒っていうほどのものではない。こっちも負けてられないな。おいマリサ、お前場所バクってんじゃねーよ。これは強力プレイです。おいまた来たのかよ、もういいわ。ライブでそんなこと言ったらピロされますよ。みんなこのボールを触りに来てるんだから。それがメインじゃねーよ、アーティスト見に来てんだよ。そして私は早くこの鬼畜な空気読みをクリアしたい。だから私が動いてる時に場所交換すんなって。え、あの人動かなくなっちゃいましたけど。あ、お前今一瞬寝落ちしてただろ。空気読む気あんのかよ。今スコーンと一瞬寝落ちしたよな。は？寝落ち？してねえし、鼻くそほじってただけだし。それはそれで嫌なんですけど。ボールに鼻くそついてんじゃねえの。第三問。あ、どうしましたマリサ。いかん、だからどうしたんですかって。も、漏れる。マリちゃんその年になってお漏らしですか？通りでした。いいですか？カウントがゼロになったら漏らしますからね。カウントする余裕があるなら漏らすなよ。そして漏らすならハゲてるやつを狙えよ。セーフ。お互い空気を読めてたね。あ、また漏れそう。いや一回で済ませろや。も、漏れます漏れました。お前もうここにいるなよ、どっか行けよ。セーフ。第4問。来た。マリサわかってんな。敵をも目指すんだぞ。あと湯の量も重要だ。お前が主人に何をされたか知らねえが、ここは大人の対応よな。さっきは操作方法わかんなかっただけです。体を左右にねじればいいのよ。てかもうちょうどいいんじゃねえか。溢れる。溢れたら終わりだぞ。止めろー。39度低くね。ちょっとだけ足そうか。溢れない。大丈夫？よし、最高の湯が晴れたぞ。お風呂が、沸きました。第5問。私。野鳥の会所属、今バードウォッチングに来ている。とてつもなく退屈。じゃあなんで野鳥の会に所属してんの？今日は星占いで鳥の数を数えるといいことが起こるって言ってたの。その星占い絶対当たんねえよ。こら、双眼鏡さんは黙って鳥を映してくれればいいんだから。私は双眼鏡じゃなくて望遠鏡です。もしくは万華鏡です。万華鏡ではない。ふふ。今私の運勢はぐんぐん上がってるわ。でもここから帰るバスがもう今日はないのよね。不幸になってんじゃん。今日はバス停での塾を強いられそう。鳥の数を数えに来たことによって不幸になってんじゃん。15匹です。お疲れ。いいことあるといいね。第6問。あ、得意得意。うちらボタンだからさ、金さえ入れてくれれば勝手にやるから。勝手にやるなや。金入れた本人全然面白くねえじゃん。景品さえ取ってやればルンルンで帰っていきますから。こういうのって自分で取るのが醍醐味なんじゃねえの。はい、取れました。またお布施してくれれば取るから、500円入れてくれれば6個取るから。100発100中じゃねえか。店の経営も上がったりだな。またのご来店をお待ちしておりまーす。それにしてもよく喋るボタンだ。第7問。くそ、私より先に結婚しやがって。はい、そこひがむなひがむな。ほんとだったら時速140キロの速さでこの花をぶつけてやりたいわ。もう第7問まで来てるんだ、マジでやめてくれ。そしてもうちょっと嬉しそうな顔しろよ。お前は老上金硬いからな、しょうがない。どっちかというと我々の方が笑ってる。第8問。マリサ、どっちが体重重いかこれではっきりさせようじゃねえか。なんでそんなことはっきりさせなきゃいけないんだよ。ちゃんと端っこに乗らないと正確な結果が出ないからな。別に正確な結果が出なくてもいいんだよ、曖昧にしてやる。なんでもいいから落ちるのだけはやめてくださいよ。どうしよっかな。あぶねえ。これおそらく真ん中に寄りすぎてもシーソーから落ちても失格だからな。判定がシビアすぎる。だがここまで来たからには体重がバレても何が何でも端っこに乗り続けるしかねえ。さっきから体重気にしすぎだろ。思春期なんだよ。もうそんなのはとっくに通り過ぎたでしょうが。第9問。お掃除ロボット大好き。あれに乗って餌を食べるのがここ最近のお気に入り。いや普通にこぼれるだろ。やりました。やりました。いやマリサどこに乗ってんだよ。お前の背中だが。これじゃ餌が食べられないだろ。犬と猫、どっちもいると楽しい。そろそろ降りて。お前が降りろよ。第10問。やった。サービス問題だろ。勝った。これは勝った。かなりカットしてるが1時間以上はやり直している。そういう裏事情は言わないでよろしい。これはもう完璧だろ。全部正解音が2回なったからな。いやー長かった。この息の良さは我々の右に出るものはいませんよ。1時間以上やり直したんですよね。フォローとシンクロが逆じゃないのが気になりますが、まあいいとしましょう。やったー。第1問。唐突に始まりすぎだろ。説明とかしろや。全力で空気読みません。はい、はい。じゃねえわ。ちょっと私の座るところがないんだけど。おまわりさん痴漢です。痴漢じゃねえわ。私のケツのぬくもりのお裾分けだわ。なんでものお裾分けしてんだ。釣り革で懸垂すんな。お前は二度と釣り革に触るな。マジカルラブリーかよ。お前少しは黙ってられないの。ちょろ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 落ち着きがないんだよ。第2問。王様大変です。姫がさらわれてしまいました。助けに行って。つい、お前が行くんだよ。おお、お前よくぞ来た。まずもう少し早く喋って。姫さらわれてんだぞ。世界は魔王の手により、サンタンタルアリ様、この世界を救ってはくれぬか。姫とこの城を譲渡しろ。遺言に書け。遺言書かせた後に王様ピーする気じゃねえだろうな。遺言書かねえならいかね。そういうでない。世界の危機なのだぞ。この世界を救ってはくれぬか。まずは遺言書が先だ。もしやセリフを全て読まないと先に進めぬ確か。世界を救ってくれ。王様
今時見返りもないのに自分の命捧げられると思いますか？もう新しいセリフはないぞ。世界を救ってくれ。もうこれ以上はセリフのレパートリーねえんだよ。何この人固く何断るげん。もう新しいセリフはないとよかるぞ。世界を救ってくれ。なんか微妙にセリフ違ったぞ。もうどれだけ変わるのか楽に気になってきたわ。もうマジで一生のお願いだから。お前王様にここまで言わせるんじゃねえよ。危ねえ。はいと家が楽になってるじゃねえか。騙そうとしたな。この商談はなしだ。もう別のやつに頼むから帰れ。第三問。マヨネーズあと少しのやつあるから使っちゃってくれ。あ、わかったわかった。ってどっちも同じ量じゃね。この人の目にはこう見えているのだろう。重力に逆らうマヨネーズすごいな。第四問。誰ですか？ブロックを出しっぱなしにしてるのはきっとエンダーマンの仕業だと思います。空気が読めるやつならあの穴を埋めておいてくれるはずなんだが。お片付けお片付け。まあそうなりますよね。私ってばちゃんとお片付けできていなくない？第五問。今日のご飯当番は私なので買い出しに来てます。お、こっちの方が行列ができてる。きっと何かの特売なのね。ちょっとそれ私にもよこしなさいよ。お客様、横入りはおやめください。ソーシャルディスタンス。特売品渡さないとここで一人エグザイルするぞ。どんな脅し方だよ。そもそもここレジなんだよ。第六問。いっけなーい。遅刻遅刻遅刻しそうだし、トイレ行きたいし、パスもにチャージしなきゃだし。お前どんだけ準備悪いのよ。急げ急げ。あ、そんなところにイケメン登場。ぶつかりたい。でも今ぶつかったら確実に漏れる。あーどうする。どう、いやこのままだと後ろのやつにぶつかっちゃいそうだわ。急げー。葛藤の末、人間としての尊厳を守った霊夢なのであった。それはそれで空気読めたのでは。第7問。お兄ちゃん、お腹空いた。お兄ちゃんがなんとかするから頑張るんだぞ。全日本ババ抜き選手権、いよいよ決勝。商品の寿司食べ放題はどちらの手に。ホタルの墓兄弟の問題は空気を読まずにはいられない超難関問題。こっちです。この鬼、悪魔。第8問。ただいま、ガースー内閣が発足されました。取りますよー。お前首相なのになんでそんな隅っこにいるんだよ。新しい縁を令和です。新しくねえよ。もう決まってからだいぶ経ってるだろ。ねえねえ、令和にしたんだけどどう。私の名前から取ったんだよねー。自分の子供の名前決めるテンションで決めてんじゃねえよ。あれ、この人の顔令和になっちゃった。最低。第9問。あー待ち時間だりー。ほら奥から人来てるから足引っ込めろって言ってんだろ。通行手形は持ってきたか。はい。なんで持ってんの。よし通っていいぞ。椅子に立つんじゃん。お前それは今こそが食べた時にもらえる手形だろ。知らねえよ。第10問。本日は持久走大会です。皆さん頑張ってください。二人で一緒にゴールしようね。だねー。ちょっと私もう限界。じゃあ私先に行くね。お前さっきだねーって言ってたじゃねーか。あれ不思議だねの真似してただけだけど。こっち見ながら走ってんのが腹立つわー。第11問。今日もラブレター渡せなかったな。風に乗って、あの人に、届いてくれればいいのに。任せなさい。あいつ？本当にあいつで、気流の関係で加工しております。頑張って、上がって。もうダメ。第12問。霊夢、石が転がってきてる。逃げろ。こんな石私がひねりつぶされました。第13問。面白い動画見つけたの。わ、楽しみ。マジで気まずいんですけど、早く5秒経って、あと少し我慢すれば、スキップだー。いや、早くスキップしろ。や、何してんだよ。もしかしてこいつこの広告の中身になってんじゃねえだろう。中身やが、さ。第14問。節子私はボタンだ。嫌な予感しかない。次は、お前だー。なんか地名が物騒だな。せっちゃんはどこで降りるのかなー。あ、ボタンがない。あ、せっちゃんごめん。ほーらほらほら、押せるもんなら押してごらん。お前トンカチでぶったたいてやろうか。うん。お前だわ。通り過ぎまして、次はお前の番だー。僕の地名物騒な名前しかないのかよ。第15問。空気？こんなんチンパンジーでもかけるだろ。だがこれをかけるかどうかはお前の右手の私にかかっている。なんで私の右手がこいつなん。いや長い。長すぎてかけねえよ。ここまで来たら出し切って次の芯が入ってるにかけよう。下芯出せや。ふぅ、やりきったぜみたいな感じ出すな。第16問。今日は草野球の試合だ。バッチリ決めていくぜ。お前野球って何か知らないだろ。あれ？次海のステージじゃなかったっけ？第17問。お前一徳が懸垂とかはするなよ。わかってます。分身の術。今一瞬もう一人のお前が見えたけど。あれ？この人開けてくれたのかな？で、なんでお前は他人の膝に座るんだよ。あ、おばあちゃんに席譲らないと。お前もしかしてここの席を譲ったの？そうですよ。お年寄りには席を譲りたい。おばあちゃんほらここの膝の上空いてます。痛い。おばあちゃん痛いって。おばあちゃんの役襲。なんでだ。私は席譲ったのに。てかばあちゃん力強すぎんだろ。第18問。こちらが今、大人気のパンケーキのお店です。見てください。開店前からすごい行列です。はい、
現場からは以上です。おい、私のセリフで隠してたのに前に出てくん。私にかぶんな。スタジオにお返ししまーす。おい、邪魔だって。スタジオにお返ししまーす。お前が勝手に返すな。第19問。あ、熱い。喜び。悲しみ。開けてほしい。またうざいのが来た。そんなに開けてほしかったら開けてあげてもいいけど。それがー、あ、涼しい。ご家庭でご不要なテレビ、エアコン、電化製品、まとめて無料で回収いたします。うるさいんで閉めてもらえます？マリちゃんちょっとわがままじゃね？誰がさっきから窓開けたり閉めたりしてるのは。窓ですけど、窓自身が開けたり閉めたりしてますけど。もうそれポルターガイストじゃねえか。つまりここはこいつの授業をもんな騒音で潰したろ。先生の話ちゃんと聞こえてるかな。先生の授業面白くないです。誰が今先生の授業ディスったやつ。第20問。私はニュートン。今何かがひらめきそうな気がしています。ひらめきそう、ひらめきそうなんだ。あのリンゴが落ちてくれれば万有引力についてひらめきそうなんだ。ほとんどひらめいてんじゃねえか。ニュートンはただの一般人になりましたとさ。第21問。私の名が付けられたニュートンのゆりかごだ。あんた一般人になったんじゃなかったのかよ。あーれー、そっちに動くんかい。第22問。やべ、初めてこの女性でボスまで出た。このデッキで勝てるだろうか。あの、首が曲がってますけど。やべ、電車でこれはくつろぎすぎね。クソ、攻撃が曲がった。後ろの人は首が曲がってます。まずい、まっすぐ攻撃しないと。後ろの人の首もまっすぐにしてあげてください。第23問。私は歯車。某人間を運ぶのが私の毎日の仕事。誰一人犠牲者を出してはいけない。私はみんなの命を背負ってるんだから。あの、歯車さん、某人間が溶けていってますけど。これはまずい。高さがありすぎてピン出ってるんじゃないんですか。誰が、そんなことを。お前だよ。一人になってしまったが、お前の命は私が守る。守るって位置じゃないですよね。大丈夫だ、そこをまっすぐ行けば隠し通路がある。私を信じて進め。7人ピーした人を信用なんかできません。隠し通路ねえじゃねえか。誰か塞いだのか。第24問。私は幸せの神だ。イチャイチャしてるカップルを発見。直ちにその繋いでる手をちょん切ってやりましょう。どこが幸せの神なんだよ。ただの他人の幸せを悲願でる神だろ。リア充は成敗じゃ。おい、逃げんな。第25問。東京でも頑張って。うん、東京行ったらウーバーイーツ頼めるね。絶対手紙書くから。うん、ウーバーイーツの感想を聞かせて。お前それしか興味ねえのかよ。あ、しまっちゃった。う、やっぱり別れは悲しいな。離れたくないな。あ、帰ってアニメ見なきゃ。最低。第26問。だから唐突に始まりすぎなんだよ。歯医者に来ました。歯科助手のお姉さんのおっぱいが頭に当たることを期待してきてます。痛かったら手を挙げてください。お前はいいからお姉さん出せや。ここはキャバクラではありません。痛いです。まだ始まってねえよ。ガガ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 ガ、痛い痛い。こちとら手挙げてんだろ。おい、お前痛かったら手挙げろって。あれ、先生。第27問。もうもうロボ合体シーンだ。私今日ロボ登場初日なんですよね。なんで初心者を乗せたんだ。体これだー。バカ、ちげえよ。私が来たからもう安心。この街の平和は守られたわ。こんなセクシーなロボは嫌だ。第28問。今日もこいつはけなげに床を掃除してやがるぜ。お前も大変だな。いや、私は床を掃除するのが仕事ですので。そんなくるくる回って目回らないの。店頭に置かれる前に特別な訓練を受けておりますので。お前くれぐれもお掃除ロボの邪魔すんなよ。あの、これじゃお掃除できませんので。これではお主人様に怒られてしまいます。にゃー、やめろー。第29問。やばいやばい、このままじゃ見つかる。忍法、隠れ身の術。おい、早く隠せって。どうしよっかなー。いや、もうそこまで来てるって。早く隠せって言ってんだろ。その時すでに遅し。見つかったー。第30問。今日こそマリサちゃんに告白するんだ。あ、あの人影は、もしかしてマリサさん。うわ、急に風が。今日こそ、マリサちゃんに、うわー。第31問。よし、レイム。シーソーしようぜ。望むところよ。先に落ちた方が負けだからね。あーれー。マリサが重たすぎて吹っ飛びましたわ。絶対お前自分から吹っ飛びに行っただろうが。第32問。空気読みの新作が出たんだよな。もう待って待って、待ちくたびれたぜ。あれ？急にダウンロード止まって。いや、今一瞬戻んなかった。あ、いや気のせいじゃねえな。あ、なんか Wi-Fi の調子が悪いんじゃー。Wi-Fi の調子が悪くても戻ったりしねえだろうが。で、私は何と喋ってんだよ。インストール中の私だ。第33問。お前霊夢、そろそろ会議始めるぞ。はい、
続きましてこちらの資料をご覧ください。お、いつになく真面目じゃねえ。いつものことだけど開いてる。あいつなんでいつも社会の窓開けてんだよ。もうここまで来たらわざととしか思えねえ。露出狂だよ露出狂。お前霊夢眼見しすぎだろうが、見たら奴の思うツボなんだよ。見られて興奮する変態野郎なんだよ。ああ、今部長と目が合ってしまったわ。目が泳いでんだよ。第34問。今日は彼のためにオムライスを作ってみました。ハートマークにしちゃおうかな。もうすでにそこからハートマークにするのは厳しいのでは。うん、ハートは諦めてリボンに変更しよう。いや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 、もうリボンも無理だよ。ケチャップの残り少ねえよ。もう少しでリボンマークに。いったー、狂気のオムライスとかしました。第35問。かわいいおじさんやなー。なー、うんうん、微笑ましい光景だね。さて、昼食でも食べようか。お腹ペコちゃにゃー。うん、お腹いっぱい食べるんだよ。せつ、なんでニンニク。あんたら私を食べるんかい？そうそう。カーテン閉めちゃえば少しは食べやすいだろ。いや、近づいてる近づいてる。近ーい。今食べてるのはこの牛さんの親かもしれないんだよ。そういうこと言うなよ。久しぶりの食事なんだよ。ママ。ママとか言うなって。もうカーテン閉めてあげて。猫の霊夢めっちゃ可愛いんですけど。みんな上手に描くな。可愛いイラストありがとうございます。第36問。杉剣の部？いや、最初に入る文字を選ぶんだろ。ボタン杉剣心。上を押さないとダメだろうが。第37問。今日は彼氏とデートだ。思いっきりオシャレしていかなきゃ。今日は大阪デートだから。お前大阪イコール銅柄って勘違いしてない？お待たせー。あ、ちょっと用事思い出したわ。用事って何？腹痛。第38問。彼氏とお化け屋敷だ。戻って着替えてきたら彼の腹痛は治りました。なんでだろうね、不思議だね。わー、お化け。お、いいじゃん。怖がってる感じ。ガオー。うわー。うわー。あ、お化けびっくり。いや、お前お化け殴り倒しただろ。彼めっちゃ引いてん。ガオー。あ、お化け、お化け怖ーい。もうお前はどうしたいんだよ。彼氏脅かしてどうすんだよ。ガオー。うわー。第39問。次はジェットコースターだ。お前次は頼むぞ。お化け屋敷は散々だったからな。そろそろ落ちるぞ。お前ラマが多すぎんだろ。もっとはしゃげよ。わー、左の人重力ないの。おやー、それはもうどういうことなんだよ。余計なことしないで上見てあげてればいいんだよ。いや、今は左カーブ。いや、右カーブに変わった。ということはどっちに手を挙げるのが正解か。もう上げないのが正解か。上げないのは一番違う。じゃあこっちか。いや、もう到着しちゃいましたけど。空気読めてただろうか。キャー、怖ーい。もう遅いんだよ。第40問。お前霊夢何聞いてんの？ほら、彼氏が何聞いてるか気になってるよ。え？しょうがないな。聞く？お？珍しく空気を。いやいや、ほんとこまで伸ばそうとしてんの？ダメだ。彼氏の隣の人に届かない。なんで彼氏挟んで見ず知らずの人と音楽共有しようとしてんのよ。てかしまうなや。第41問。お会計の時間です。ドキドキ。ズーズーしくおごってもらおうとか思ってるからドキドキすんだよ。割り勘しろ。せめて払うふりだけでもしろ。家のバナナに餌やらないと。第42問。明日はデートだ。明日は遠足だ。明日は野外ライブだ。明日、晴れますように。本日は日本全域に雨雲がかかり、日本全域で、夜まで雨が予想されます。あー、かったり。風神様、私の願い聞いてください。私の声が聞こえてたら、どうか雲を吸い取ってはくれませんか。お前のデートなんか知ったこっちゃないわ。あ、東京のあたりは雲ないんじゃね。あ、じゃあ雷神様に雲吸い取ってもらう必要もないか。え？いや、雷神様需要あるよ。いらないみたいな言い方しないで。部屋角に隠れてないで早く吸い取れや。第43問。今日のお昼はコンビニで。やっぱり賞味期限が後のやつの方がいいよね。どうせすぐ食べるんだから先に切れるやつ。しまった、50円引き。第44問。今日は KY マートに食料の調達に来ました。これ前回もやったろ。あ、こっちからおばあちゃんが来てる。おばあちゃん、こっちの方が行列できてますから、ここ譲りますよ。痛い。お前譲る場所間違ってんだよ。あっちの列譲りますか。おばあちゃんの役種パート2。第45問。彼氏に可愛くおねだりするまで、あと3秒、2、1。可愛すぎて焦点すんなよ。いや、何見下してんだよ。お願ーい。いや、パンパカパーン、じゃねえから。こっちみんな。第46問。あらあら、向こうのハゲたお兄さん全然私に気づいてないわ。私よりスマホに夢中なんて、私の美貌に気づかせてやらなきゃ。痛い。これでスマホより私にまだスマホに夢中だと気づくまでずっとぶつかり続けてやるわ。お相撲さんかなんかですか？相撲取ってるわけじゃねえんだよ。お前霊夢に魅力がないだけでは。クソ、こいつ避けてきやがった。何が何でも押し出してやる。いや、もう相撲になってますけど。こうなりたくなければ歩きスマホはやめましょう。第47問。節子、キャンプ体験行ってみるか。まずは火起こしやな。つけ、炎よつけ。全然手伝う気なんてないから。今日はもう沈んでし、空気を読みまくった。蛍の墓兄弟には空気を読んでしまうお前霊夢なのであった。第48問。さあ、てみんなで空気読みでもやるか。なになに？空気読みやるの？あ、マリサ、空気読みやるから。うんうん、
二人プレイ、マリサはそこで見てて、いや二人プレイにしろや。第49問。遭難しました。普段の行いの罰が当たったんだな。お前霊夢、俺、眠くなってきちゃったよ。おやすみ。いやおやすみじゃねえから。あ、ごめん起こしちゃった。いやそれでいいんだよ。寝たらピヌぞ。お前霊夢、朝7時に起こして。あ、ごめんモーニングコールはめんどくさいわ。だから朝まで起きてて。いや痛い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 、そこまでしなくてもいいって。第50問。お客様にお茶出しして。あ、露出狂部長、かしこまりました。何出せって言ったっけ？鳥頭すぎんだろ、お茶だよ。でも今はコーヒーの気分。いやお前の気分で決めんなや。あ、でも部長お茶って言ってたっけ？もう押せよ。やっべー、もう入れちまったんだからしょうがないだろ。緑茶もブレンドしておくか。やめろー。第51問。始まりました。唐突に始まる空気読まず。コーヒーちょっと甘めにして。了解。って私が素直に甘くすると思ってるのかい。この彼氏この彼女とは別れた方がいい。第52問。もほもほほほほほ、バイルのを取りに行こう。もほほもほほほほほ、いやいくら太ってるからってもう少しはっきり喋れるわ。そしてこれの正解がマジでわからない。いや私ケーキバイキング行きたかったんだけど。第53問。ほらほら霊夢。あ、マジックハンドの真似。うまいうまい。違うよ。じゃあ私も真似するね。あ、こっちの方が似てる。お前が何に似せようとしてるのか全くわからない。第54問。いやー最近老眼がひどくてね、縫い物するにも一苦労じゃわい。おばあちゃんもう少し下ですよ。第55問。8日目、俺と勝負だ。亀さんはノロマだな。ははははは。そんなことないよ、こいつぶっぴろしてやる。え、なんだって、もしかして俺とやる気か。本気で言ってんの。お前の方が痛い目あって泣くんじゃねえぞ。いいよやってやるよ。お前に赤甲羅の怖さ教えてやるわー。うそー、命中。はっはっは見たか。血の果てまで追いかけてやるぜ。第56問。やっぱり映画と言ったらポップコーンよね。いやいや唐揚げもおすすめですよ。うん、うまいうまい。あ、あの席空いてる、あそこにしよう。あれ、私のポップコーン置く場所がないんだけど。おい左のお前、ポップコーンどけ。はい、ポップコーンチャーンス。あー残念、今一瞬置くチャンスがあったのに。うるさいんで帰ってくれます。第57問。あ、I'll beバーク。いや普通に戻ってくんなや。沈め、早く沈め。だって寒くてピンじゃう。第58問。ダースベイダー。いやちょっと私のライトセーバー短いんだけど、これでどうやって戦えばいいんだよ。伸びろ、頼むから伸びてくれ。戦いというのは頭で戦うものなのだよ。おいしてる意味がわかんねえよ。クソ、もうこいつに頼ってられねえ。何万だ何万だ、お願いだから私に近づかないでください。悪霊退散。一石二鳥、焼肉定食。ねえそろそろ攻撃していい。第59問。お客様にお茶出しして。それよりもズボンのチャックちゃんと閉めてくださいよね。お客様はハゲが3人。それ関係なくないです。ダイエットしてそうな顔してたからこんなもんかな。いやお茶で太らないから。デカ顔で勝手に判断すんな。いや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 、入れすぎ入れすぎ。もう一人も喉乾いてそうな顔してたな。いや3人とも同じ顔してたよ。お前の中ではどうやって見えてるんだよ。これちょっと足りないかな。こぼれてます。あ、どうやって運ぼう。第60問。おい霊夢、思いっきり押してくれ。怖くてちびっても知らねえぞ。よいしょ。いやまだ全然足りねえわ。もっと思いっきり押してくれ。もうマリちゃんは欲しがりなんだから。いいですか。よいしょー。おーすごいすごい。うわ、高い高い。楽しい。なんで止めたんすか。楽しい時間は長くは続かないのだよ。いや過去になんかあったんすか。聞きたいかい。いや聞きたくないです。じゃあ座って話そうじゃないか。第61問。クイズ空気読み、正解すれば賞金ゲット。みんなで空気読み、今作は何？ぬぅ、空気を読みたくはないが、賞金は欲しい。正解は3、ガチで答えに来やがった。第62問。いや、僕は道案内ロボ、道のことなら僕に任せて。というのは表の顔で。人間どもめ、いつも俺様に無茶させやがって、今に仕返ししてやる。私、道案内いたします。蛍の墓兄弟。卑怯じゃないか。いやでもここは心を鬼にして。迷子センターはあちらです。あ、いやこっちだったかな。蛍の墓兄弟。騙されるな。いやこっち、それともこっち。いやどっちだったかな。案内不能となりました。第63問。彼氏とゲームセンターに来ました。いやー私パンチングマシーンなんてできなーい。嘘つけ。彼氏の力が弱いんで、それより少ない力でやらなきゃ。私全然力なくて。すごいね。第64問。私は悪くないけど、仕方なく謝るまであと3秒。仕方ないこっちが折れてやるか。それで喧嘩が収まるなら安いもんよね。すみませんでした。本当に自分が悪いと思っていない。この後さらに喧嘩になったことは言うまでもない。第65問。私は線香花火だ。あれ、
今私の線香花火伸びたんだ。いやなんか伸びたり縮んだりしてんな。これ TikTok にあげたろ。スマホ。あ、そういう場に出すのはやめてください。早く落ちなきゃ人気者になっちゃう。あ、落ちちゃった。もう早く撮影してアップしないから。人気者になりたかったんじゃねえか。第66問。また遭難しました。よく遭難するやつだな。俺、やっぱり眠い。この音は、この乗らずにはいられないリズムは、ウィー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 69。歌が全然リズムに乗れてない。あー、もう我慢できない。おいお前どこ行くんだよー。俺、もうダメだ。第67問。今日はリモートワークです。最近はこういうのが多くなったもんだ。でもさ、この状況って誰も見てないし、寝ちゃってもバレなくない？ 5 時間ぐらい寝たらスッキリして集中して仕事1時間で終わるかもだし、いつもは定時までうだうだ仕事しちゃうけど、普段から集中して。いややっぱり誘惑には勝てない。第68問。あ、いかん。漏れる。もうすぐ漏れそう。あれ鳥の巣じゃね？師匠のアフロだよ。もうダメです。漏らします。トイレでします。師匠の頭をトイレにするんじゃねえよ。へぇにした。空気読んじまったか。第69問。私は今大便中です。わざわざ報告しなくていいよ。ウォシュレット。あ、やべ、おならだと思われたかも。そういえばさ、お前の誕生日どうする？あー、サプライズしてあげたいねー。なんか準備しようか。お前には内緒ね。いや全部二平で返事すな。楽しみだね。あははは。ところで平平聞こえない？まさかお前が聞いてたりしてね。第70問。私は香水だ。あ、香水かけて差し上げましょう。てこいつは色気ねえから必要ねえな。そちらのハゲたお姉さん、香水を一ついかがですか？うんうん、かすかに香るいい匂い。それではそちらのハゲたお姉さんもう一つ。あ、失礼しました。顔にかかってしまいました。お詫びにたくさんかけて差し上げましょう。追い出してどうすんだよ。しっかし真ん中のこいつは何してんの？第71問。お前お誕生日おめでとう。サプライズ大成功だね。いやいや、トイレで聞いてたから知ってたけどね。私は火だ。日頃空気の読まないお前にサプライズだ。ふぅー。似てるねー。あははは。おい、その笑い声やめてくれ。楽に滑ってる気がしてくる。意地でも消えねえ。ふぅー。おい、消えろって。おいおい、肺活量が足りないんじゃねえのか。あははは。ちょっと大丈夫ー。くそ、これじゃあただの拷問だ。絶対消してやる。絶対消えねえ。ふぅー。おい、唾かかってるって。もう唾で消してやろうか。無理すんなー。みんなで消そうか。全員で束になってかかってこい。絶対負けねえ。なんなのこの日。第72問。やっとあのうざい日が消えました。ケーキが食べたいかー。おー、じゃあ私が分けるね。まず上のチョコはお前霊夢が食えよな。いやでもお誕生日とおめでとうが分かれて。お前霊夢、うちら4人しかいないからね。あれ、これケーキの見た目したピザだったかな。全員で21人だから。この人の目には何が映っているの。第73問。ゼッコちゃん今日もテイテイだねー。はいどうもー。VTuber のゼッコちゃんでーす。今機材調整してるんで、ちょっと待っててねー。今日も赤スパで殴っていくぜー。あれ？なんかチラチラして。え？あ？え？ゼッコちゃん。ゼッコちゃん。ゼッコちゃん。いやこれがゼッコちゃん。今まで投げ銭した金額。ふざけんなー。返せ。返せよ。私の金、ふざけんな。第74問。マイボトルを買いました。大容量だからたっぷり入るね。会社の水くすネタロ。いやそこは家から持ってこいや。あ、さゆさゆ。ゼッコちゃん、今日はズボンのチャックは開いてるのかしら。気になる。気になって仕事中昼寝しちゃう。あ、今日は開いてないのね。いやなんかチャック見たかっただけなのに順番を譲った感じになってしまったな。てかそのマグカップどんだけ入るのかしら。ゼッコちゃん、残り少ないけど。ゼッコちゃん、そのマグカップ4次元になってるのね。第75問。たまには頭も使わないとね。空気を読まないことを考えるのには使ってるんだけどな。最終的に家の中にいる人数を当ててみよう。こんなの簡単よ。家に入っていく人と出ていく人の人数を見てればいいんだから。3人入っていったわね。どういう関係なのかしら。そこは別に家族とかでいいだろ。3人入って、何人出てった？え？バカなの？というかもしかしたら元々中に人がいたという可能性はないのだろうか。もうそれはノートレではない。え？てか今何人？っていうか燃えてね。大変。消防車呼ばなきゃ。消防消防。まさかお前霊夢が空気を読んだ？奇跡の瞬間です。ただいまの時刻をお知らせします。中に人がいませんように。第76問。爆発の演出を入れるぞ。ちゃんとずらせるか緊張するな。ずらすこと前提なのかよ。爆発はタイミングが命。一発だけだし。いや自信ないなら数発用意しとけや。くらえ、ポニョポニョビーム。うわー、私のビームを食らって生き残っていたやつなどいない。くどかーん。いやタイミング絶対おかしいだろ。私まだ喋ろうとしてただろうが。あいつまだ生きてたな。爆発に助けられたか。第77問。お客様にお茶出しして。随分若いお客様ですね。バーチューバー仲間ですか？そこには触れるな、踏み込むな。いいから早くお茶頼むな。わかりました、ゼッコちゃん。お子様だったからやっぱりここはグニューか？お客様のお茶出しがグニューってどうなのか。いやでも子供だったしな。でも子供は子供扱いされると怒りますからね。なんか余計なことしようとしてる。コーヒーグニューにしてあげましょう。いつにない心遣い。
第78問。今日はクライアントとランチだ。ねえ、一体何のクライアントなの？子供は子供扱いされると怒るから、さっきからやたらそれにこだわっているけども、いい女の子揃ってますぜ。第79問。なるほどですね。なんで家に帰ってきてまで部長とチャットしなきゃいけないんだよ。てなわけでよろしく。お前は小さい高キャバレーに連れて行ったことを少しは怒られろ。てかこのまま文章入れ続けたら一生続くやつじゃね？スタンプで強制的に終わらせたろ。部長とのやりとりでスタンプを使うなー。そしてお前は何にびっくりしてんだよ。冷蔵庫を開けたら牛乳の賞味期限が切れてた。のびっくりです。それ部長絶対理解してないからね。で部長が入力中にスタンプ連投すんな。てかお前はチャットやめたくてスタンプ入れたんだろうが。部長もノリノリだった。これは謝ってるスタンプということは牛乳の賞味期限が切れてたのは部長のせいだったのか。これには私もびっくり。いいから早くお前らはチャット終わらせろ。第80問。おい、撃つぞ。ふっふっふ、当てれるもんなら当ててごらん。お前人をバカにしやがって。おりゃー、私はどんな球だって避けられる。あれ、撃ったのに球出てこないんですけど。いや、なんでだよこれ。じゃあ私が間抜けじゃねえか。あ、出発しまーす。あ、マスク忘れちゃった。まずいまずい。いや、球がマスク取りに戻るな。あ、じゃあ今度こそ出発しまーす。いや、もう限界。第81問。ペーター、私を捕まえて。いや、私パズルですけど。もう誰でもいいから私を捕まえて。あの、ちょっと届かないんでもう少しこっちに。あ、もうこれは無理だな。いやー。第82問。泣けた。泣けたわこの映画。もちろんスタンディングオベーションよね。あれ？誰もやらない。普通の映画館でスタンディングオベーションやってるの見たことないですけど。あ、エンドロールはいいわ。スタンディングオベーションしそうなぐらい感動したんじゃないのかよ。少しは余韻に浸れ。あ、ちょっと前失礼しますね。いや、少しはかがむとかしろよ。一番前だぞ。第83問。ウェブ会議の時間です。最近は家でも会議って嫌になっちゃうわ。それでは今の仕事の進捗を教えてもらえるかね。いや、なんかまずいもの映り込んでるってか映り込んでるって次元じゃないな。あ、あのお前くん、今は締め日が近いこともあって請求書関係の整理を。なんかもう内容が全然入ってこないんだが。第84問。電車発車いたしますー。発車すんの？怖いな。時速1000キロ出ますので皆さん近づいてみてみてください。危なすぎるだろ。右問題なし。それでは出発いたします。快適な空の旅をお楽しみください。まさかの飛行機だった。次は、羽田。あ、あれは、小樽の墓場だい。お、敬礼しておいてよかったな。第85問。寿司ってのはな、醤油は少しつけて食うってのが通の食べ方なんだよ。思いっきりつけられる未来しか見えない。いや、少しすぎやしませんかね。これで魚の味を堪能できるというものだ。第86問。お姉さん、部屋取ってあるんで。く？よかったら部屋で慰めますでぐへへへへ。私ってほんとバカね。そうですね。いや、そこは否定してやれよ。マスターお代わり。女としての魅力が、ないのかしらね。私よりはないかもしれないけど、あなたもまだまだ大丈夫よ。お前何様なんだよ。だからそろそろ部屋に行きましょ。下心が見え見えなんだが。でも男なんて、マスターに3倍お代わり。星の数ほどいるもの。そうそう、理想を高く持たなければ大丈夫よ。私を見てくれる人も、きっといるわよね。きっと今振って大丈夫ですよ。おい、飲みすぎてろれつ回らなくなってきてるぞ。マスター。おいっぱい、私の恋、応援してくれる？真正面から見たら口裂け女みたいな顔してんな。第87問。あ、もうどいたどいた。手を繋いで道の真ん中歩いてんじゃないよ。まずはお前らが空気読めや。いや、めげねえな。君たち私が後ろにいるの分かってるよね。あ、もう分かった。私が折れる。お前ら絶対わざとやってるだろ。あ、いや、これは絶対お前らが悪い。ということで私が新しい彼氏のお前です。第88問。あ、さっきはクリーニング代とか請求されるし、警察に事情聴取とかされるし散々だったな。絶対あいつらのが悪いのに。そうだ、SNS で拡散したろ。いや、あれはお前にも非があったって。いや、とりあえずゼルダに謝れ。そんなことを強調するためにゼルダの効果音を使ったことを謝れ。いや、マジであいつら腹立つな。 SNS に夢中で自分が犯している罪に気づいていない。罪ってことではないだろ。第89問。花火を打ち上げるぞ。花火はタイミングが命。こんなご時世だから花火で少しでも元気づけてあげられれば。今日は、楽しかったね。今？いや、今じゃねえな。あのさ、今日のゆうたさんどうしたのかしら。よしてんか。うん、いつもはもっとペラペラしゃべるのになんか緊張してるみたい。あれ？点火したよな。おい、花火はタイミング。あ、ついた。ついたわ。僕と結婚してください。花火の音がうるさかったけど今結婚してくださいって。いや、本当に花火の音うるせえな。え？今もしかしてプロポーズした？なんで聞こえてんだよ。マリサちゃんなんで黙ってるの？もしかして断られる？うん、いいよ。おめでとうございまーす。なんか花火まで祝福してくれてるみたい。いやー、めでたい。いや、どんどんパンパンうるさいんだよ。一生幸せにします。第90問。これはダバダーな展開。私お前と申します。私は山田と申します。いや、ただの名刺交換かよ。第91問。昔あるところに正直者のピコリがいました。ある日大事な斧を湖に落とすと女神様が現れてこう言いました。あなたが落としたのは金の斧？金の斧？それともこれ？あ、
あらまあ、頭がパックリ。私が落としたのは銀の斧ですよ。はい、そんな頭に刺さってる斧なんて知りません。お前と書いてあるが、お前のシャツにもお前と書いてあるが、え？ああ、すみませんでした。第92問。今日はこれで芋虫の生態系を観察しよう。なるほどなるほど。気持ち悪い。じゃあ観察なんてやめろや。あ、これはまた変わった芋虫だな。てかこれの正解がわからない。これはレア芋虫。やばい、見つかった、逃げろ。これはじっくり観察しなければ。ただハゲたおっさんがジャージって歩いてるだけだろうが、何の魅力も感じねえよ。ふむふむ、これが休日のゼッコちゃんか。第93問。やっぱりどうも最近脳が衰えてきてるから鍛えないと。通過したものは何でしょう。英語で答えてね。次は英語の問題か。英語は任せろ。いや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 、これはさすがにわかりますよ。正解はボー。難易度低すぎません。もっと難しいの来ても大丈夫ですよ。いや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 、チェリーでしょ。次はオレンジかな、バイナポーかな。あ、なんだらよ。いやこれはですね、正解は、いやこれは引っ掛け問題だった。いや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 、あれはでしょう、間違いなく。いやこの問題作った人誰。第94問。ついにお前霊夢、妊娠しました。ほら、席譲ってくれたんだからありがたく座らせてもらおうな。妊娠しててもそこは変わらないの。第95問。元気な男の子じゃねえか。なんか動物に混ざってますけど。あー、本当かな、に似てるけど眠って無理。お前ほら、お父さん呼んでるって。今寝てるでしょ、言ったらわかるでしょ。まだ寝てんのかな。あ、見てるわ。やっぱりあの親の子だわ。第96問。今日は赤ちゃんの旦那に預けて大好きなアーティストのコンサートに来てます。生まれたばっかりだろ、炎上案件だよ。イエーイ、このボールは誰にも渡さないぜ。あ、なんなら戻しちゃおう。お前がどうしたいのか全然理解できないわ。ちょっとこっちにも回してよ。このボールは誰にも渡しません。育児ストレスが溜まってるのかな。第97問。私はハトだ。今までずっと1時間おき2時間を知らせてきた。31年と6か月一度も怠ったことはない。今日も同じことをするだけで。でも赤ちゃんが寝て、ポポー、控えめのポポー。いやでもやはり自分の仕事を休むわけには。3時です。3時です。あ、赤ちゃん起きちゃった。ごめんな、赤ん坊よ。第98問。はい、記念撮影撮りますよー。こっち向いてくださーい。いやなんかボケてんな。いやあっちもなんかボケた顔してるからいっか。失礼だろ。赤ちゃんが目を開けた今だー。第99問。今日はみんなで家族写真でも見ていきましょうかね。まさかこんな空気の読めないお前がお母さんになるなんてな。旦那さんの心の広さよ。早いわね。まだまだ赤ん坊だと思っていたのに。え？これ？もう3歳よ。もう3歳。お前が子供を育てられるなんて。信じられない。ほら、これお前の赤ちゃんの時よ。私がお母さんできる時間なんて、あっという間に過ぎちゃうのかもね。そう考えるとなんだか、寂しいような。まだ3歳だぞ。これからもっと手がかかるだろ。なんだかしんみりしてきちゃった。昨日ね、夢を見たのよ。どうせまたろくでもない夢だろ。子供がすぐ飽きちゃうのが可愛い。この子が同い年くらいの女の子と手をつないでデートしてるの。ロボット映画か恋愛映画か、どっちを見るか悩んでて、彼女に引っ張られて結局恋愛映画を見る羽目になってるの。優柔不断なとこ、あなたにそっくりで笑って起きちゃった。お前の変な行動はお前に似たよな。私の方に似てるって？そうかなぁ。お前もお前もあたおかな行動が多すぎる。この子もいつか空気を読む日が来るのかな。いやまずお前が読めるようになろうな。けれど、今空気読みって言葉が悪口としても使われるじゃない？みんなと違えば空気を読め、頼みを聞けなきゃ空気が読めないって。そりゃ、空気を読むってのは大事なことよ。あなたこの人と同一人物ですよね。でもそれって人から強要されて仕方なくやることじゃないと思うの。大切なのはそう思いやりね。どの口が言ってるんすか。周りに流されるのではなく、周りの人を思いやって空気が読める、芯のある優しい強い子に育ってほしいな。俺たちの子だ、きっと大丈夫だ。思いやりを持って読んだ空気は、いつかあなたが幸せをつかむとき、あなたの背中を押してくれるはずだから、幸せになりなさい。なんだかんだいい話じゃねえか。う？お前の子、幸せになるんだよ。なれるわ、あなたなら。思いやりがあればきっと幸せになれるから。私でさえ幸せになれたんだから、私の自慢の息子ですもの。第100問。
いやなんですでに真ん中に座ってんだよ。そこからしてもう空気読めてねえだろ。ソーシャルディスタンス。先にマスクをしろマスクを。あ、どうぞよければお座りください。お前、ちゃんと子供のしつけをしろ。他人のふりをしろよ。いや、この親にしてこの子あり。どうぞ、座って。関わっちゃダメな人だ。